俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ。のっけからこんなモンスターに出くわすなんてね。最初は町の周辺でレベル上げをするのが基本なのに、ずんずん突き進むからですよ。だって他のプレイヤーたちがいっぱいでレベル上げなんてできたもんじゃないんだもん。それはそうですけど、どうしますか？大丈夫、倒せない相手じゃないよ。おお、頼もしい。それじゃ一丁やっちゃいますか。準備いい？多少の無茶も見事な連携でカバーってね。本当に大変でした。いきなり全滅っていう可能性もありましたよ。でもリズの言う通り、気の知れた私たちだから、この新しいゲームでもうまく立ち回れたんだと思うよ。そりゃ長い付き合いだもの。みんなと SAO で出会ってからね。でも本当にこのゲームは SAO にそっくりだね。周りの景色とか。Thank you.
SAO では空に浮かぶ巨大なフィールドがゲームの舞台でしたけど、この早く遊び尽くしたくてうずうずしている感じだね。まったく根っからのゲーマーなんだから。そういえばこの後街で他の皆さんと待ち合わせしているんですよね。そろそろ時間なんじゃないですか。よし、帰るまでにあと何体かモンスターを買っておきましょうか。リズさんもすごいゲーマーじゃないですか。まあまあ、さあ行くわよ。待ち合わせの場所に行くまでにまだ魅力的な場所がいっぱいあるんだから。そうでしょ、ちゃんと我慢しなさいよ。これだけ大きな町ですとはぐれちゃったら大変ですよね。町並みに目を奪われて皆さんを見失わないようにしないと。待ち合わせの場所に向かいましょうか。お、来た来た。やっほーみんな。大丈夫だ、俺とリーファッチも今来たところだからよ。それよりそっちは早速フィールドで遊んできたのか。俺様も早くバトりたいぜ。そのためにダッシュで仕事を片付けてきたんだからな。私も早くゲームを始めるためにご飯の支度簡単なもので済ませてきちゃったというわけで、今日のお夕飯はあまり期待しないでね。ファッチの手料理を食べられるなんてこの幸せ者。そんでもってゲームの中では恋人のアスナさんの料理を食うんだろ。なんでお前ばっかいい思いすんだよ。もう茶化すの禁止。でもよく考えると始めたばかりのゲームだから料理スキルも当然初期状態なんだよね。大丈夫、作るのに失敗した料理だってこいつは愛の力で完食すっから。じゃあ料理スキルを頑張ってあげるから食べるのを手伝ってくれる？誰かのために思いを込めて料理した方がきっとスキルが上がるのも早くなると思うしね。急に二人の世界へ行かないでもらえますか？やってんだか。お、いたいた。よう、みんなここでも賑やかにやってるみてえだな。嫁さんが気を使ってくれたな。さ、大神カフェのお仕事ですよね。でも早引けする代わりにお前たちにしっかり店の宣伝をしてこいってさ。
じゃあ近いうちケーキを食べに行きます。ご来店お待ちしてるぜ。うん、そうだね。よし、ガンガンモンスターを倒しまくってやんぞ。私も遅れを取らないように頑張りますよ。 SAO の時は助けてもらってばかりでしたから。私は町のショップを見て回りたいかも。そうじゃなくて、この町って SAO の始まりの町のまんまでしょ。なんていうか、当時のことをいろいろ思い出しちゃって、鍛冶屋になるために走り回ったこととか、まるで昨日のようだわ。初めて自分のお店を持って、胸を張って進められる武器を作り上げて、その武器をどっかの誰かにへし折られて、ごまかしたわね。一番大きな公園、君ってどこでも寝ているイメージがあるよね。けど君のそんな姿を見るのって好きなんだ。時々ここで一緒に日向ぼっこしながら休もっか。それって SAO の時のことを言ってる？普段はあんな風に寝続けたりしないんだからね。攻略にはきっと不要なんだろうけど、かもうそういうことじゃないよ。こういう場所があればちょっとした時間でも君とデートできるなってこと。顔が赤いですぞ。え、嘘。とにかくどんなデートスポットがあるか見て回ろう。やっぱりショッピングエリアだけあって、ここは賑やかだね。じゃあお店を覗いてみましょうか。いらっしゃい。武器を見せてもらいますね。どうぞご覧になってください。
何かあればお申し付けください。はい。どれどれ。あ、見たことのあるラインナップも並んでるよ。やっぱ SAO のデータを移植しているからだろうね。どうしたの。気になる。ちょっと、それってどういう意味。言われてみれば、特に意識せず普通に話をしてたかも。NPC が SAO の時より進化しているってことなのかな。さあ、それよりも他のお店もいろいろ見て回ろう。この場所に来ると複雑な気持ちになるんだ。ログインして最初に降り立つ場所。先へ踏み出すは。これはこれは、商売のネタになりそうなご一行様を発見だ。よう、街の中を観光か。来てくれたんですね。いろんな MMO に手を広げすぎると情報収集の質が落ちるから悩んでいたんだけどな。けどどうしてもお姉さんと一緒にいたいって誘ってくるから仕方なくな。うんうん、このゲームでもよろしくお願いします。なんかすごい歓迎ムードだな。照れるじゃないか。それはそれなら、俺っちがクエストの情報を教えてやるから寄ってみたらどうだ。もうクエストの情報を集めているんですか。ゲーム開始から数時間が経過しているんだから驚くようなことじゃないよ。数時間しか経過していないですよ。この商売に速さは欠かせない要素だからな。今回は回転サービスとして情報量はタダにしておくよ。うん、これくらいどうってこ。情報提供はいつでも受け付けているから、何か面白いことがあったら教えてくれよな。任せて。
じゃあみんな乾杯。いただきます。リズ、でも本当におごりでいいの？任せなさい。なんたって私が本日のコル稼ぎナンバーワンなんだから。まさかいきなりレアアイテムを引き当てるとはついてましたよね。レアって言ってもゲーム開始直後だし、少し攻略が進めばきっとポコポコ出る程度のものよ。だったらサクッと売っちゃって、こうしてみんなにご馳走した方がよっぽど有効な使い方でしょ。リズかっこいい。それほどでも。ご機嫌そうだな、リファッチ。こうしてみんなと一緒にゲームを始められたのがなんだか嬉しくって。私 SAO は後からログインしたし、 ALO は先にプレイしてましたから。 ALO だから続けられたんだと思う。空を飛び回るの楽しいし。Thank you.
今回は晴れて足並みを揃えてゲームを始めることができるな。はい、一緒に始めるってこんな感じなんだ。なんかこのゲームではみんな同じ立場で苦楽を共にするわよ。さあ、どうかしましたか？私もだよ、ゆいちゃん。ここでもパパやママと楽しい思い出をいっぱい作りたいです。私もこっちでみんなと会えてすっごく嬉しい。AI である私たちをそんな風に思ってくれて、喜びを表現しているだけなのに。ストレア、パパを困らせたらダメですよ。チェ、見た目は逆に見えても私の方が年上ですから。ブーブー、そんなに心配しなくても大丈夫なのに。じゃあゆいちゃんたちも揃ったところで2度目の乾杯といきましょうか。私のおごりだから頼んじゃっていいからね。わあ、ありがとうございます。リズベットさん、なんだか上機嫌ですね。実はね、レアアイテムをゲットしちゃったのよ。だからそれを売ったお金でこうしてみんなにご馳走をしているってわけ。そうなんですか。なんというアイテムを取得したんでしょう。ね、白鋭の牙っていうアイテムよ。白鋭の牙ですか。ちょっと調べてみますね。まあ今の段階では珍しいってだけだろうけどね。あ、すごいですよリズベットさん。ドロップ率 0.07% の武器素材アイテムです。 0.07%？ これで作られる武器は特殊効果がつくので長く使い続けることができそうですね。先に進んだとしても手に入れる機会が少ない、まさにレア中のレアアイテムです。それそうみたいです。私のレアアイテム。誰よ、こんなの後でポンポン手に入るって言ったら。私のバカバカレアアイテムが、特殊効果付きの武器が。ほらリズさん、レア武器なんか持たずにみんな同じ立場で苦楽を共にしましょう。とは、ここはおごりじゃなくて自分たちで支払うことにしとくか。それがいいかもしれないね。それじゃあ私もログアウトします。続きは今度。じゃあね。バカね、平気よ。貴重な武器の1本や2本自分で作ってみせるわ。じゃあまたね。リズがたくましい子でよかったわ。それにしてもソードアートオリジンか。データを移植しているからこの町やフィールドはあの時と同じはずなのに、私には全然別に見える。君やみんながそばにいるからだろうね。うん、
じゃあ私も落ちるね。これからいっぱい遊ぼうね。気がついた。さっきから声をかけていたんだけど、道の真ん中で麻痺毒でも食らった？難しい顔していたけど、どうしたの？昨日はどうしても外せない用事があったのよ。本当はみんな揃ってゲームを始めたかったけどね。病院の検査でさ、体を休めるように言われてたんだよね。バッチリ、思い切り遊んでもいいって言われたよ。やることが多いなんて楽しみだよ。昨日来られなかった分、頑張って取り返さなきゃ。にしても本当に SAO そっくりだね。まだ街の中しか見てないけど。へえ、それは探索のしがいがありそう。ここは SAO でも最初に来る街なのよね。こんなところだったんだ。76層より下には行けないって言われね。自分があのデスゲームにログインしちゃったって理解した時は本気で焦ったわよ。それこっちのセリフじゃない？じゃあお互い出会えてよかったってことでいいわよ。私はやっぱりこの街はちょっと怖いかな。で、そっか、うん、そうだよね。せっかくセブンちゃんが招待してくれたんだから思いっきり楽しまないと。僕は SAO の街並みを見たことがなかったからすごく新鮮だよ。やっぱ ALO とは雰囲気が違うね。私もどこにどんなものがあるのか見ておきたいかな。それならまずは街の中を見物しようか。それは助かる。よろしくお願いね。やったね。おすすめの場所とか教えてよ。じゃあ私たちは街を回ってくるね。後でクエストとか一緒に行けたら行こう。あ、そうだね。ふつつかものですが、ちょっとおかしいでしょ。そ、よし、みんな登録完了っと。はあ、なんで先に行くの？案内するの私なのに。賑やかな観光になりそう。そうね、行ってくるわ。